まあ、すごく抽象的な話もしないし、自分はこうです、それではまあお客さんのことですけど、お客さんとはそれできないと意味を知らなくてもまあ別にいいんですけど、日本でしょ、あなたの全ての問題が潜在表示によって解決できるを解説した本でございます。はい、アンタマサノリです。こちらはですね、